フリードリヒ・アウグスト・フランヘア・フォンデア・ハイテは、ドイツの軍人、学者、政治家。第二次世界大戦では、空軍の高科両兵として活動した。戦後は、法学者として、マインツ大学で教弁を取る傍ら、ドイツ連邦軍の予備役順将を務めた。フォンデア・ハイテは、バイエルン王国のミュンヘンで貴族の子に生まれた。彼の父は、で、バイエルン王国陸軍の軍人として、 順風満帆な経歴を謳歌し、第一次世界大戦では顕著な選考を挙げた。彼の母はフランスから嫁いできた。フォンデアハイテ一ッカは経験なローマカトリック教徒であり、フリードリッヒはミュンヘンのカトリック系の学校に通い優秀な成績を収めた。彼はクラウス・フォンシュタウフェンベルクのいとこでもあった。学校を卒業するとフリードリッヒは父の経歴に習って、 バイマル共和国陸軍に入隊した。騎兵隊への死亡がかなわなかった後、1925年4月1日に、フリードリヒは第19不評連隊へ配属された。騎兵隊への希望を諦めなかった。彼は、間もなく、第18騎兵連隊の士官候補生になった。1927年に、フォンデアハイテは、軍務から離れ、インスブルック大学に入学し法律学と、 経済学を学んだ。彼の一家は深刻な経済的問題に直面していたので、この期間に彼はその家柄にもかかわらず、学費を苦面するために家庭教師をしていた。彼はインスブルック大学で経済学の学位を取った。1927年にフォンデア・ハイテはグラーツ大学で法律学の学位を取り、その後勉学を続けるためにベルリンに行った。 その年の暮れ彼は、ウィーンの外交官養成校に入学することになった。この学業に励んだ期間に、若いフォンデアハイテは、決定的にリベラルな視点を育み、ドイツに帰ってくると自分が世論とは反対側にいることに気づいた。1934年の時点で、フォンデアハイテは、オーストリアの市民権を取得しており、それと同時に、ドイツ、 バイエルン州の市民権も持ち続けていた。彼は国家社会主義ドイツ労働者等を信奉する学生たちとの口論に何度か巻き込まれるようになり、ゲシュタポから逃れるためには古巣の騎兵連隊に戻るしかなかった。この期間中に彼はカーネギー平和協会から奨学金を受けていた。1934年にフォンデアハイテはドイツ陸軍へ戻り、 1935年には、第15騎兵連隊に移動になり、少尉に昇進した。彼は再び一時的に軍部から離れ、オランダに行き、ハーグで、さらに勉学に励んだ。1935年遅くに、第15騎兵連隊のフォンデアハイテの中隊は、騎兵中隊から、対戦車中隊へ再編された。ハーグでの2年間の勉学の後、 彼は軍務に戻り1938年から1939年の冬に参謀爆料昇降養成コースへ参加した。1939年8月にフォンデアハイテはポーランド侵攻作戦白の剣に備え自分の中隊に呼び戻された。1941年5月フォンデアハイテはクレタ島の戦いに第三高架両兵連隊第一大隊の 指揮官として参加した。彼の大隊は、初めてハニアに進行し、この功績により、フォンデア入っては7月9日付で、岸鉄十字章を受章した。フォンデア入っては1942年7月から1943年1月まで、東部戦線に従軍した後、高架両兵共同大隊の指揮官として、北アフリカ戦線へ移った。彼は、第二次。 エルアラメイン戦の後、ドイツ軍の撤退中に、イタリア軍の戦車手団が壊滅する様を目にしたことを、階層の中で述べている。ノルマンディ上陸作戦が始まる頃、フォンデアハイテは、第6高架量兵連隊の連隊長だった。この部隊は1944年初頭にケルンワーンで、ベテランの高架量兵と空軍の地上要員で編成された。 連隊の平均年齢は17.5歳で5月19日時点の兵員数は3457名であったが、1944年6月6日の d d 時点では約4500名になっていた。1944年6月6日の各大隊の配置は以下の通り、第1大隊 W5 拠点への救援とユタビーチの防御の増強の タメサン・マリー・デュモンへ向け進軍。D で当日、約500名のアメリカ軍の落下産部隊がカランタン南西に降下した。両軍空挺兵の間で夜を徹して小競り合いが続いた。第1大隊は W5 拠点からわずか6キロのサント・マリー・デュモンに何とか到達しようとしていたが、町がアメリカ軍の第101空挺師団の主力部隊に確保されていることを知った。 そこで、大隊は、町の外の池垣の間に残骸を掘った。6月7日、ほぼ終日、敵落下3兵と戦車の連携による突撃攻撃への防戦後、第一大隊は、カランタンへの撤退しつつの戦闘で壊滅的損害を受けた。約300名が捕虜になり、カランタンに到達したのはわずか25%に、過ぎなかった。第二大隊は、 サントメールエグリーズをアメリカ軍の第507ラッカさん不評連隊が確保していることを知り、弾薬が欠乏するまで戦ってからサンコムディーモニへ向かって交代した。町の境界の小島からフォンデアハイテは11キロ向こうの連合軍の大規模な進行部隊軍を見た。6月7日の壮絶な戦いの後、第2大隊と第3大隊はカランタンへ撤退した。 カランタンがユタビーチとオマハビーチを結ぶ交通の要所であることからフォンデアハイテは最後の一兵までそこを死守するようにとエルビン・ロンメル元帥から命令を受けた。6月10日の夜半を皮切りにアメリカ軍はカランタンの外閣部に侵入し6月11日の朝まで一軒一軒をめぐる熾烈な戦いが続いた。カランタン突入時 アメリカ軍の大隊は700名の兵員を有していたが、2日間の戦闘の後に残ったのはわずか132名であった。6月11日の夕暮れまでに、フォンデアハイテは、包囲されるのを避けるために残った部下達を、カランタンの外へ撤退させた。第 17SS 総攻的弾兵士団の師団長は、激怒し、フォンデアハイテを逮捕しようとしたが、 フォンデアハイテの刑罰からの介入により事態は収まった。6月12日の町の最奪還の反撃は失敗に終わった。カランタンでの戦いぶりにより、ドイツの高下両兵はアメリカの落下ン兵からカランタンのライオンとあだなされた。フォンデアハイテの連隊は引き続き、ノルマンディ上陸作戦を象徴する寸分をめぐる熾烈な戦闘に巻き込まれた。 7月1日付で彼は中佐に昇進している。7月22日、フォンデアハイテの第6高科両兵連隊は彼の部下32名がサンジェルマンシュル星でアメリカ軍の〇〇一大隊に大胆な奇襲をかけて11名の将校を含む265名を捕虜にした件で国防軍の軍法で報じられた。サンジェルマンシュル星はカランタンとペリエの間に位置する。 この奇襲を指揮したアレクサンダー・ウーリヒ総長は、鉄十字章を受章した。8月6日、フォンデア・ハイテの連隊は、アブランシュ共闘歩で、連合軍の進撃を切り崩そうという悲惨な、反撃である、リュティヒ作戦に参加した。その後ドイツの、第7軍は、ノルマンディ上陸作戦の最後で、助持的な戦いである、ファレーズポケットで包囲された。9月、 彼の連隊は連合軍によるマーケットガーデン作戦に対するオランダでの防衛戦闘に投入され、彼は9月30日付で白洋付き私鉄十字章を授与された。フォンデアハイテにとっての戦争は1944年のアルデンル攻勢中に捕虜になったことで終わった。彼はドイツ軍最後の大規模空挺作戦、シュテッサー作戦を指揮した。 1944年12月16日彼の1200名からなる部隊フォンデア入って戦闘団は丸めての北11キロの幹線道路の交差点に向けて降下した。これは第二次世界大戦でドイツ軍が実施した最初で唯一の夜間降下であり、事前偵察も航空写真もなかった。連合軍の対空砲火と視界不良のため輸送機は 高下両兵たちを広く分散して降下させてしまった。一部の兵員はドイツ軍の最前線の50マイル後方に着地し、その他には遥かカナダのオランダに降下した者も,もいた。ドイツの高下両兵たちは D で当日にアメリカ軍や英軍の落下産兵たちがドイツ軍を困惑させたのと同じくらい連合軍を困惑させた。しかしながら連合軍側のそれと異なり、 フォンデアハイテ戦闘団は大きな戦略的価値を生み出せなかった。計画機しか装備していないわずか125名が予定した降着地点に降り立った。補給品もなく腕を骨折したフォンデアハイテと彼の部下達は連合軍の防衛線を突破してドイツ軍の前線に帰還しようとしたが果たせず彼は12月24日にある農家の子供に 幸福文書を持たせて、連合軍に向けて送り出した。投稿したフォンデアハイテは、戦争捕虜として1947年7月12日まで、英国に抑留された。1950年フォンデアハイテは、博士論文、近代国家の出現を提出し、1951年に、マインツ大学で民法と、国際法を教える教授の地位に就いた。1962年に、 フォンデアハイテは、ドイツ連邦共和国でわずか2つしかないポストの予備役順将に昇進した。1966年から1970年まで、フォンデアハイテは、ドイツキリスト教民主同盟の一員として、バイエルン州議会議員を務めた。チェコスロバキアのテレージエンシタット強制収容所に関して、フォンデアハイテは、確かに50万人の人々が殺されるために、そこに送り込まれた。 私は、バイエルンの全ユダヤ人がそこに連れて行かれたのを知っていた。しかし強制収容所は決して溢れかえることはなかった。精神病患者たちもガスで殺された。と語った。君が私の立場だったらどうするね。1944年6月10日、アメリカ軍の落下産部隊からの降伏勧告に答えて。白洋付き私鉄十字昇進力のわけ。 戦場のコックたち ISBN978 から4から488027506主要参考文献ほか P349 にて作中のフォンベーデマイヤー少佐のモデルがフリードリヒフォ本でア履いて大差であることが明記されている。ありがとうございます。